アコーダ170cm 65.85kg 真島カズマサ、肩書きのある選手を倒した方が手っ取り早いと真島カズマサ28歳。アコーダ173cm 65.95kg 斉藤ゆたか、今なら誰にでも勝てる、これで決まると斉藤豊32歳です。斉藤が第10代シュート世界フェザー級チャンピオン、それに対してシンガポールの団体です、レベル FC 第3代フェザー級チャンピオン真島和正、画面の左側、少しパンチのようなモーションを見せたようにも感じられました。共に初参戦です。さあミクル選手の目前です。この戦い先に進むのは、大きな一歩を踏み出すのはどちらか。高田さん、はい、かけるものの多い戦いとなりました。そうですね、この業界の多くの選手、人たちは言いますね、もし朝倉未来という存在がいなければ、はい、この戦いは間違いなくこの階級のナンバーワン決定戦だ。右のパンチ入りましたね、はい、レベル高い。さらに2人も、そうですね、首相撲から膝の体勢、これ黒基調のトランクスコーナーを背にしているのが斉藤です。小坂さん、対戦どうですか。はい、そうですよね、よく、組むところまで持ってきましたね、真島選手の方が、はい、一発あってからですもんね。そうですね、そこからさあ、ミクル選手、はい、率直にもう2人残って今どんな風に見てるんですか。真島選手の圧力のかけ方、はい、すごい上手いなという今印象です。まずそこから組んで、これ差し合いにもなってきます。斉藤選手の方はやらせない、はい、右足飛ばしてくる、かけてくる。そうですね、ここのテイクダウンディフェンスをしっかりやっておいて、はい、倒れないよ。いやでもコーナーの使い方もうまいですね。そうですね、これ通常はシュートでケージでの戦いがある斉藤ですね。空手が土台、それに対して柔道、これ3歳から柔道歴がある真島、上を取ったのは斉藤、右足は抜けている段階です。ハーフガードとなっている真島、下からしつこいですね。14勝のうち12の一本勝ちがあるというのが下になっている真島です。しかもたくさんこれ決めてあるんですよね。そうですね、いくつも、シチュエーションによって使い分けをできるタイプの選手ですよね、はい、要はそこにこだわりはないと思う、はい、要は決めて勝ちゃいい、それだけ手立てがあるということで、ここはタックルに行きます。そうですね、ここのしつこさっていうのはちょっと後々響いてくるかもわからないですよね。片足、そうですね、刈り取ってこれバックを取ろうとしているのが真島です。はい、山口県毛利道場からやってまいりました真島、首に手を回しかけたところでこうやって斉藤選手に手首取られたので、はい、おそらくここはそこまでこだわってないと思います。はい、この流れの中、どっかタイミングで入ればいいなと、はい、おそらく半分ぐらいの感じでプレッシャーかけてきたんじゃないですかね、真島選手も。ミクル選手、形どうですか。真島選手の浴びせ方がうまいですね、すごく重く感じると思います、はい。やっぱりということはスタンドでもグラウンドでもそこ一貫しているところあるようですね。そうですね、体の、浴びせ方がうまいという、今もそれを見せてサイドポジション、真島が奪ってみせます。はい、今パスしましたね、しましたね、斉藤から、はい、斉藤はオールラウンダーと見られていますが、ここで3分経過、上からこれコツコツと真島がパンチも打ち込んで、小坂さん、どうやって組み立てていこうかっていうところでしょうかね。そうですね、ただポジショントップキックがまずメインだと思うんですよね、真島選手って、はい、でこれやりながらで相手の動きに合わせながら何 か、うん、決めれるタイミングだったら決めるけど、はい、基本トップキープだと、はい、抑え込みをしっかりして、ええ、でどんどん削っていくっていう形を取りたいと思ってるんで、はい、ガードに戻しましたね、クローズドガード、レフィリーがこれ動きの取れる位置まで動かして続行です。足をこれクロスさせていますので、これクローズドガードという体勢、下の斉藤が今度は取っています。そう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 、いいよ、コツコツいいよ、
高田さんどんな風に映ってますか。これ一見単純な動きに見えるけど相当こうあの神経を張り巡らしてこう繊細な、ね、お互いやり取りしてるハンソンの駆け引きをね。ちょっと位置動かしますね。コーナーやめさせてみよう。そう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 、あちゃんもう使えないからね。押し込んでということになってきます。蹴って、はい、スペースを作ろうとした斉藤。重さ重さ立ちます。立ちますか。重さよ重さ。逆にこれを背中でしっかりコーナーを押し当てるような形で登っていくっていう、立っていくっていう形を、はい、立ってくるよ。斉藤選手はやりたいんですけど、ことばともそれね、真島さんに潰してるんですよ、はい、あれ上から下に体重を かけてるんですよね、はい、だから、これで立ちましたけど、はい、うわまたこれ小外、すぐ入ってくるんで、これは次のラウンドまでもしかしたら響くかもしれないですね、はい、あそうですか、残り10秒、いい意味でのいやらしさ、また見せてテイクダウン。マウントですね。マウントポジションから攻撃を第1ラウンド終了間際にまとめるかどうか。それはない。しかしいい形を取りました。第1ラウンド終了です。さあまず朝倉未来選手に伺いましょう。印象からぜひ聞かせてください。いや本当に真島選手の、体の置き方のところがすごいうまいなというところで、あと真島選手はあんまり力使ってないですね。これで、はい、ハンドも、はい、あんまり力使わないようにしてますし、まあ、乳酸がたまらないような、抑え方をしてて、はい、置く位置がすごいいいですね。そうですか。まあ、ただ斉藤選手もあまり力を使ってないなという印象で、まあ、抑え込まれてるんで、はい、体力の消耗は斉藤選手の方が激しいんですけど、はい、でもその中で、すごい力は使ってなかったなという印象です。となると、まあ、いかにロスしないかっていうところも大事な、頭も使った戦いと言えそうですね。まだ打撃戦が楽しみですね、はい、そうですね。さあ現在この階級の立役者となっている未来選手が見つめています。放送席、それからリング上、息を整えたか。黒基調のトランクスが斉藤豊、シュートの世界王者、対してシンガポールのレベル FC 王者、青いトランクスの真島です。タックルに行く、蹴っていった、蹴り上げた、まだ上がれちゃった、もう一発入った、さら、はいはい、にパンチ、落ち着いて、マイク落ち着いて、ここは膝、この攻撃許されています。もう一発、これで終わった。第2ラウンド開始直後、あっという間でした。第1ラウンドの攻防から打って変わって斉藤豊、打撃はケニアで、いざパウンド、マジマ怖いな、怖い怖い、一発流れがひっくり返っちゃったもんね。ひっくり返した斉藤豊、2ラウンド KO 勝利。高坂さん、改めて伺いましょう。はい、そうですね、もう